まあデフレっていうことでね、お金の価値が上がり下がらないマイナス金利導入の狙いは、さまざまな金利を押し下げ、企業の設備投資や個人の住宅投資などの引き出しを増やし、金利がものすごく高かったもんね。7% ぐらい、さらに最高 8% ぐらいになったことあるよ。マイナス金利は強力な金融政策の手段になりうるとされています。その一方で金融機関の収益力を、この人たちはものづくりしないのに拍車をかける。また預金者が現金を抱え込む可能性もあるなど、人ばっかりおらんけね、大きい激悪とも。日銀でどうやって儲けてるんですか。マイナス金利による恩恵の方が大きくなるのかどうか、マイナス金利の影響が出始めている現場を、ほとんど国のもの、日銀がマイナス金利を設定してから下がり続けてきた、独立機関なの、金いっぱい持ってるの。今月9日、初めてマイナスになりました。予算は日銀にあるの。これに連動して、住宅ローンの金利がさらに下がるのではないか。お金の管理を、流れを調節したり、いろんな管理をしてるの。多くの人が訪れて、予算って財務省は持ってるんですか。銀行の、日本の予算90何兆、誰が持ってるの。予算の組まれたのはもうそこに上げられるんだから、お金が回ってる。政策を追い風にしたいと考えている。財務省が持ってるんだ、予算って。管理してる。日銀は日本全国の銀行の総元締めが日銀。銀行の銀行が日銀。いくらぐらい借り持ってます。マイナス金利政策は金融機関の企業への日本の金は何千兆かあるっていう話や。中小企業向けに8000兆円あるよ。投資が8000兆もあるね、そうよ、一定ぐらいあるよ。8000兆って言ったら国民一人当たり総生産は何千